伊達忠和は、日本の政治家、札幌臨床検査センター代表取締役会長、参議院議員、参議院議長、国土交通大臣政務官、内閣府副大臣、自由民主党幹事長代理、自由民主党参議院国会対策委員長、自由民主党参議院幹事長などを務めた。北海道生まれ、足別市出身とも上市幌町出身とも言われる。 北海道足別高等学校卒業。北海道立衛生検査技師養成所卒業。臨床検査技師。1963年4月から札幌医科大学附属病院検査部に勤務し、1965年9月に札幌臨床検査センター株式会社を設立した。1983年4月、足別市から北海道議会議員に初当選。 1987年4月の選挙で落選後、1991年4月の選挙で札幌市厚別区に国会し、計4期務めた。2001年の第19回参議院議員通常選挙で参議院議員に初当選。2004年9月30日、第2次小泉改造内閣の国土交通大臣政務官に就任。 2007年の第21回参議院議員通常、選挙では、新党第一、民主党、国民新党が推薦した、無所属新人田原香織の猛追を振り切り再選。安倍内閣、福田康夫内閣、麻生内閣で自由民主党副幹事長を務めた。また、自民党参議院幹事長代理、幹事長代理、国会対策委員会筆頭理事、副委員長などを務めている。 2012年、第2次、安倍内閣で、内閣府副大臣に就任。2013年の第23回参議院議員、通常選挙では2位に40万票近い差をつけ、トップで参戦。同年9月に、内閣府副大臣を退任し、10月より、自民党参議院国会対策委員長を務める。2014年9月、自民党参議院幹事長に就任。 2016年8月、第191回国会の参議院本会議において参議院議長に選出された。2017年2月に参議院改革協議会を7年ぶりに設置した。2018年11月12日、2019年の第25回参議院議員通常選挙には出馬せず、政界を引退する意向を示した。2019年、 東下大受賞受賞。2020年、根樹法省受賞。2013参院選毎日、新聞候補者アンケートによると2010年3月31日、高校無償化法案に対して、自民党は反対で、党議拘束をかけていたが、岸公一と共に賛成票を投じた。伊達は、ボタンの押し間違いと説明し、党執行部はこれを不問とした。 2014年4月22日、記者会見で、閣僚らの靖国神社参拝について、エスカレートしてしまうのではないか。神経を逆でするようなことは避けた方がいいと、批判した。ありがとうございます。